こんにちは、アブネムです。今さっき撮影が終わったところです。はい、まあそんな中私はドッキリを仕掛けていきたいと思います。検証かな、その名も小中のミネムのわがまま、どれだけ聞いてくれるのか。私今捻挫を、まあ、1週間前ぐらいにしたんですけど、でもねもうほぼ良くなってて治ってきてるかなってところなんですが、さっきの撮影でちょっと頑張りすぎちゃって足が痛くなってきたっていう設定にして、ちっちゃなお願いを、まあ、頑張れば自分でできるようなこともねとかママとかに、無理やり頼んでどこまで許してくれるのかという検証動画を撮っていきたいと思います。でね、ちょっと今包帯も巻きました。さっき巻いてなかったけど、隠しカメラもセットして早速やっていきたいと思います。カメラは、まあ、ここにセットして、このマロンの帽子でこんな感じでかぶせたらいいと思います。 LINE をパソコンにするんですけど、多分なんで携帯使わないのって話になると思うので、家の土地が来たら閉じます。じゃあまずママにね仕掛けていきたいと思います。足痛い痛いから、昔に適正送りました。ちょっと高い位置が、お、起動ついた、ふえだって、ふえってきたんだけど、うん、なんでまた痛いの？そう、さっきのなんかさ、うん、あの動画で、え、結構立ちっぱなしだったから、そう、なんかどれか分かんなかった。あ、いいよ、それで Thank you。 動画まとめてたのに今復習してたやつ、すいません。病院行くほどではない、うん、うん、多分治るから、やっぱまだダメだったな。多分パソコンできてくれました。第一ミッションクリアです。もう次はねんねに仕掛けていくんですけど、足なくなっちゃったから新しい箱持ってきてって言いたいと思いますね。足が痛いか歩けないさ、今新しい、いいですよー、だってやったー、下にあったセーブ、使うやつ、え、使ってあんじゃんこれ。なんかリビングに2個あったから。あ、ね、ありがとう。いえ、なんか新品じゃないけど持ってきてくれました。ママ次どうしようかな。下に私のバッグがあるので持ってきてもらおうかな。下にあるバッグ持ってきてるね。もうだってあざす、ニコンあざす、ニコン下に置きっぱなしにしないでって言ってるじゃん。なんかだって帰ってきたらそのまま手洗う時にボールで落とんねん。ありがとうございます。え、さっきネーネーにも頼んでたでしょ。そう、ティッシュが空になっちゃった。しかもネーネー下にあるさ、下にあるさ、やつ持ってったんだけど、普通に。だって2個あるって言ってたからな。そう、2個あるって。いや、ありがとうございます。もうダメだよ、こんな時間にお菓子。もう、そんな食べ過ぎちゃダメだよ。うん。持ってきてくれました。ありがとうございます。申し訳ないね。めっちゃ元気なのに。
全く痛くないってわけじゃないんですよ本当に。よし気を締めてネイルに頼みます。ネイルの部屋のシェーディングが借りたいっていうので持ってきてています。ネイルのシェーディング借りたいから持ってきてほしいです。お願いします。ねえねえ、いつも、うん、うん、わかる。うん、だけ送ってくるんですよ。これは、返事のこと。あんた、ないんじゃないの？違う。歩けるんじゃないの？ありがとう。これこれ。歩けるんじゃないの？いや、大ちゃん。この前、普通に歩いてたし。じゃあ、今日はそう言ってくるんですよ。ね、歩けるよね。うん、歩けない。痛いんだよめっちゃ。ほら見て、昨日来てなかったし。でさっき痛くなったの発見発売で。そうだよ、うん、ありがとう。ありがとう、イエーイ。じゃあせっかくなので使わせていただきます。よし、もうラストにしようかな。そろそろやばいっす、やばそう。まずママに、私お風呂当番なんですよ。会いたいのでママに今日はお願いしたいと思います。今日のお風呂当番変わってくれる？これが、まあ、いいよって来たらママとネイル呼んでネタバラシしたいと思います。既読がつきました。何？なんだい、さっきのラインは。お？え？はい。お風呂当番？うん。変わって？痛いんだもん。そんなに？どうしよう。今日だけでいいじゃん。だってもうママ1週間以上やってるよ。うん、あ、でも昨日自分で入れてたじゃん。だって昨日痛くなかったの。いいけどさ、お願いします。ちょうだい。じゃあお願いします。2個。はねえ、でもさっき奪ってたの。だから何度も落ちてたの。うん、まあいいけどさ。イエーイ、お願いします。じゃあ今度洗濯物とかんで。今度ね。もう一生ないじゃん、その言い方。うん、よっしゃ。待って、でもさ、これネタバレしたらさ、自分でやれって言ってくる感じじゃない？ネタバレしたことないな。ちょっと経ってから二人を、一斉に呼び出したいと思います。ふん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 。ちょっと上聞いて。はい、ってことで2人を呼び出しました。まあこのカメラに気づいてえってなったところをドッキリ大成功でいきたいと思います。ママが何だって、何はてなびくりまくまたって。しょうがないな、だってねえねが。お菓子ちょう。お菓子ちょう。なんだ、何？今度力仕事？だから。ドッキリ大成功。お菓子ちょうだい。なんで私一回企画なの？え、夏も知らなかった。前も来たね。来た。夏も知らなかったの？そうだよ。イエーイ、ママ一人じゃない。この足を。足を？え、ちょっと痛い。けど元気。あ、全然歩ける。イエイ。じゃあお風呂も変わらないから。嫌だ嫌だ。ダメだよ。いいよって言ったもん。ダメだよ。だってお菓子あげたもん。2個だけだし。それはカバンとお菓子の2個だから。ほら、さっき言った通りになった。何が、どういうこと？もう絶対ネタバラシしたら自分でやれって言われる。全然わかんなかった。普通に持ってきてって。うん、ねえねえねえ、全然怒ってなかった。うん、え、まあ、心優しいんで。そうね。私心狭いのかしら。あ、違う。階段登るのが。これは海のように広い。重いから。
なんでそれ無視すんの？え、ごめん、何言ってた？心は海のように広いとか言ってたのに、一人でそして海のように深くみたいな。おいグーグーありがとうございました、お二人の方。ねえ、本当に何回も行き来したんですけど、カメラも何も持ってかないし、ママの携帯も普通にここにあるから、そんなのしてると思わないじゃん。あ、ずっと LINE したパソコンか。あのデジカメを使う。あ、そういうこと、だからそこにパソコンがあったの。そう、そのカメラを持っていくと、あの、また 何に使うのとなるので、自分の携帯で頑張りました。うん、私 LINE が LINE 多分めっちゃ一緒だったいつもやるもんね、うん、ありがとうございました。え、結果はママはぐちぐち言ってね、でも素直に絶対、うん、できるでしょって言って、お菓子めっちゃ奪ってって帰ったぜひ持ってきてくれたから、明日は元気でーす見てくれてありがとうございました。それではバイバイ。まったく、あ、追いついちゃったー。うん、できるち、カバンの中身チェック。いいよ別に、綺麗だもん。マウスピースケース、今やるの。リップケース、入ってない。ニコン&の鏡、モバイルバッテリー、財布、そしてそして、なんだよ、女子じゃねえかよ。ふんふんふん、撮影があったのね。ロフトとかね、ロフトのやつ。あとこれもうそこ、そういう花形にいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、なんでもない。こっち何も入ってなかった。イエイ。ってことで、私綺麗好きなのでありがとうございます。私優しいんで、じゃあバイバーイ。ウアロンの帽子、こうやってかわいい。全然そこまで。あ、ウアロン、今日もウアロン。その帽子マジかわいいね、下でもいい。